レストラン立岡武史の、立岡武史と申します。今回ご紹介するレシピは、豚肩ロースのステーキ生姜焼き風になります。豚肩ロースのステーキは普段召し上がっていただいている生姜焼きのテイストをナイフフォークで食べるようなイメージで作りました。今少しいつもより厚めの、肉を使って召し上がっていただくレシピになります。どうぞお試しください。材料紹介いたします。玉ねぎ、豚肩ロース、椎茸、生姜、合わせ調味料ですね、酒と醤油とみりん、あと蜂蜜を合わせたものです、ね、とマスタードです、じゃがいもですね、こちら品種がメイクインになります。と生クリームと牛乳を合わせたもの、と無塩バター、イタリアンパセリです。はい、玉ねぎをスライスしていきます。繊維に沿って、繊維と同じ方向で、切っていきます。厚さは3ミリほどですね。椎茸ですね、ヘタを取って、こちらも玉ねぎと同じぐらいの3ミリほどにスライスします。次、生姜です。生姜の皮、こちらを皮をむいた後に、千切りにしていきます。まずスライスをして、平らに並べます。で、平らに並べたら、右側からそのままスライスしていきます。豚肩ロースですね、油の方に筋があるのでそれを切っていきます。均一に火を入れるために、筋を切っていきます。はい、はい、豚肩ロースのステーキの、付け合わせのじゃがいものピューレを、作っていきます。じゃがいもを洗って、皮付きのまま鍋に入れて、浸るぐらいの水を入れまして、塩を一つかみですね、入れます。最初は強火で、強火にかけまして、沸いたら、ゆっくり沸騰するぐらいの温度まで、温度の状態で保って、25分とか30分ぐらい多分かかると思います。金串や串を刺して、抵抗がなく刺さるぐらいまで火を入れていきます。丸ごと火を入れた25分から30分ぐらい経ったものです。だいたい串を刺して、抵抗がなく刺さって、下にそのまま落ちるぐらいの火の入り方ですね。このような状態になるまで火を入れてください。茹で上がったじゃがいもを皮むいていきます。冷める前に皮をむいていかないとでんぷん質が出て粘りが出てしまうので、その前に、温かい状態のうちに皮をむいていきます。皮をむき終わりましたら、裏ごししていきます。
家庭で裏ごしの、こういうものがなければ、潰して利用しても問題ないと思います。網目の細かいもので、こすとより食感が滑らかになります。はい、はい、ピューレに合わせる、じゃがいも、牛乳と生クリームですね。だいたい沸騰寸前ぐらいまで温めてください。温めた状態で温かいじゃがいものピューレに合わせていきます。はい、ピューレの中に、じゃがいもの中に生クリームを少しずつ入れていきます。温めた生クリームと牛乳をじゃがいもに合わせるとダマになりにくいので、冷たいものを混ぜるとダマになってしまいますので必ず温めます。火加減は、じゃがいも自体が温かいので、弱火か中火ぐらいで大丈夫です。で、全体が混ざったらここで一度火を止めます。保温しておいた、じゃがいものピューレに最後にバターを加えます。火加減は中火でバターを練り込んでいくイメージで、コクを出すのと風味を増すためです。この状態ですね。味見をして、適量の塩を加えます。はい、この状態です。はい、豚肩ロースに、塩していきます。全体にまんべんなく、肉の厚さによって両面するか、片面するか決めて、これぐらいの厚さだと片面で十分だと思います。はい、はい、豚肉を焼いていきます。フライパンを十分に温めて、豚から油が出るので何も引かずにこのまま、塩コショウをしてない面をフライパンに乗せて焼いていきます。火加減は強火で、家庭だと火加減が非常に弱いので最大にした方がいいかと思います。油を出すために上からこのように油を押してあげると油がどんどん出てきます。焼き続けると、上の方から水分が出てきて滲んできますので、その状態になったら引き上げます。一度引き上げます。先に片面だけを焼いて、後から温め直すときにその残りの火入れをするので、ここであまり入れない方が半分、6割ぐらい入れるイメージです。大体この状態ですね。この状態になったら一度引き上げます。で、片面はこのように焼き色がついている状態でお願いします。はい、豚を引き上げて油を捨てたフライパンに玉ねぎを入れて、フライパンに油だけ捨てて肉の、汁など残ってたらそのままそれを利用して炒めてください。生姜も入れていきます。次、椎茸です。玉ねぎがしんなりしてきたら、合わせ調味料ですね。酒とみりんと醤油と、あと蜂蜜を入れたものを合わせます。
とマスタードですね。でマスタードを溶かして全体をなじませたら、先ほどの豚肉を、火の入ってない部分を下にして戻していきます。で全体を絡めます。でここで、豚肉を最後まで火入れるイメージですね。はい、この状態です。で調味料が絡んで豚肉に火が入ったら一度豚肉を引き上げます。こういう状態ですね。そしてこれを使ってソースを作っていきます。で最後にバターですね。もうさっきの合わせ調味料で味がついてるので最後にバターを加えて絡ませていきます。でバターが溶けたらソースの完成です。はい、この状態です。はい、盛り付けていきます。お皿の、上の方に長いものを入れよう。手前に肉ですね。脂身は右にして、最後に温めたソースですね。ぶっかけて。最後に刻んだパセリを粗みじんにします。